物質材料生産分野で受賞されました 東京工業大学教授の細野秀博士にご登場いただきたいと思います。あの今紹介いただきましたあの東工大の細野です。あのここに見えます建物はですね、あの鈴木大キャンパスに入ってすぐ見えます元素戦略棟です、えー。この建物は非常によくできておりまして、これをですね。 これ周期率表なんですけど、周期率表、皆さんあのこっちからこっちでいくつ元素があるかご存知ですよね。でこれをこの窓に合わすとこういう形になるんですね。18の元素で十八の窓があるわけです。やる元素戦略になってるわけです。であの元素戦略って何かと言いますと非常にこういろんなあの、えー、っと考え方があるんですけど我々はどういうふうに考えているかと言いますとあの基本的にあの元素とですねあのあの 機能というのはですね。なんとなく1対1の関係があるように見えてしまいます。でも、実はそんなことはないんですね。ここにあの構造という要素が入るわけです。いろんな構造があります。で、どういう構造をここに持ってくるかということが、あの研究者の腕になるわけです。例えば、じゃあ元素戦略、何を目指すのかと言いますと、例えば例を挙げます。あの強い磁石です。強い磁石というのは、あの本田幸太郎。それから三島学長のおじいさん以来、あのコバルトというのがまあマストだったわけですね。 でところがコバルトを使わなければ強い磁石はできないという常識を破ったのが佐川先生なんです実は鉄だったわけですねあの鉄にちょこっとボロンを加えてあの原子間距離をの伸ばそうと思ってやったら実は新しいあの結晶層が出てそれが強い磁石になったわけですですからこの,あの対応関係を常識的な対応関係をいかにして破るかというこれが元素戦略そのものになるわけです それがあの結果としてあの気象金属あるいは気象元素の代替につながればあそれはそれでものすごくいいことだと思いますでもあの学術的に見て重要なことというのは新しい今までとは全く違うあの対応環境を作るある意味ではあの元素の、えー、とイメージを変えるということだと思います。それであの 私1993年に東光大に移りまして研究テーマを名古屋に入れてから一変いたしまして電子の関係する性質にやろうということになったわけですそれで1999年から JST のです、ね、エラートというプロジェクトのリーダーに選ばれてそれから今16年経つと思います。16年ずっとある意味ではあの 研究をサポートしていただいているんですけれども、その20年間の、16年間の研究をです、ね、1枚のスライドにするとしますと、この形になります。どういうことかといいますと、これはあのこのビルもそうですけれども、近代建築というのは実際3つの材料からできているんですね。 あ今から考えてみますと、実は鉄とガラスとセメントでこれができたんだなと思います。一番上は、これはあのガラスのトランジスターですね、あのガラスの曲がるトランジスター、これがあの実はあの、これは実はコンセプトは後で出てきますけど非常に広いコンセプトのものを考えたわけです。それがあの最近になってあの最先端のディスプレイに使われるようになってきたわけです。 それから2番目はセメント、これは酸化カルシウムと酸化アルミニウム、こんなもんで何ができるかということですけれども、ここから何かを作るのが腕なんです。で、それをあの、えー、と透明で電気の流れる膜にして、これがあ溶けても金属になっていて、それをうまく利用すると、実はアンモニア合成触媒になるということです。 それれから3番目はです、ね、あのこれはこ透明半導体我々のところは透明半導体の研究室なんですけどもそれからあの発出したもので新しいあの実世の半導体を作ろうと思ってその途中で見つかったのが鉄系超伝導ですでこれがあの、えー、と非常に新しいあの物性物理の世界をあの開いたわけです。でこれはあの私が賢かったっていうよりも物質の世界がこれだけ多様性があって可能性があるということです。 これは本当にあのいくらあの力説しても特に若い方ですねあの皆さんが思っているよりもはるかに物質というのは利口ですそれからはるかにポテンシャルがありますどうやってそれを引き出すかっていうところに材料科学というあの材料の面白さがあってで物質の研究と材料が違うのは社会に役に立てるってことですこれが非常にあの物質あだけじゃなくてあの材料を研究するところの非常に大きなことだろうと思います でこれからちょっと格論を3つの話をさせていただきますが、これは液晶ディスプレイです。液晶ディスプレイってどういう形でできているかといいますと、一番後ろに光あのライトがあって、ですねそれを2枚の変更板で挟んでおいて、光が漏れないようにしていくわけですね。それであの液晶に電圧をかけると、当該電極を介して電圧をかけると、液晶が少しかあの回転するなりなんなりして、ですね光が漏れてくるようになるわけです。それでそれを画像にしてるわけです。そそれでののスイッチの役目をあの をしているのが薄膜トランジスタ、センフィルムトランジスタになるわけです。で、これはあのえっとある意味スイッチです。このスイッチの性能があの非常に重要になるわけです。で、液晶の場合はですね、実はそんなにえっと電圧さえかかればいいので、実は動きがそんなに速くなくていいんですけども、えー、ところがだん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 ですね、液晶もえっと精高精細になっていきますと。 あの面積どどんどん小さくなりますそうするとあの電流をた、ね、める必要があるわけですその大きさがです、ね、あの制限されていきますので速いトランジスタが必要になってくると有機はあの電流駆動ですので最も,はやもっと速いトランジスタがどんどん必要になってくるということであのこの TFT というのがディスプレイの心臓部になるわけです皆さんがあの使われている、えー、と今 TFT はあの液晶テレビというのはほとんどアモファシリコンです でディスプレイの市場というのは10兆円を超えている巨大市場です。それを支えているのは実は半導体はアモーファシリコンなんですね。でこの液晶,トランジスタ液晶のディスプレイはです、ね、どういう形であのちょっと誤解があるのはです、ね、実は99.9%の時間はゲート電圧はオフになっているんです。 0.1%の時間だけで電流が流れて画像が変わるんです。ほとんど実は動いてる部分って液晶というのは非常にディスプレイというのは極めて少ないんです。ですからオフの時にあの電流がどのくらい流れるかが実は消費電力にかなり関係をするわけです。それであの人間の,あのコンピューターはですね CPU の場合はあの小さい中にどのくらい完全な結晶を作ってあの 情報処理を早くすするるかってことこが問題になるわけですけでどディスプレイはですね人間の目の大きさがもう決まってるので大きいきは大きいほどいいわけですこれがあの CPU と決定的に違うことですでみんな我々小さい頃14インチのテレビって一番大きかったんです 画台の方が大きくて画面が小さかったんですけれども、今、どんどん大きくなって、数年前はですね55インチなんて日本人にはいらないと、畳の部屋に入らないなんて話があったんですけども、全くの嘘っぱちで、今、55インチから65インチ、どんどん出てますよね、多分大ききゃ大きいほど壁いっぱいィス,、えー、スクリーンっていうのが、これからの時代に僕はなるんだろうと思います。で、そうするとですね、シリコンの単結晶で作ってもしょうがないシリコンの単結晶は30センチ最大なんです。 やっぱりずっと大きいものをつけると、3メーターからる3メーターのガラス基板の上にドカンとできないといければできないと、そうすると、それをいいのはやっぱり単結晶じゃなくて、その正反対、アモーファスでできりゃいいなっていう話になるわけです。特に室温でできりゃ一番いいわけです。で、そうするとです、ね、例えば N 型の、えー、と半導体を考えますと、結晶のシリコン、例えばこれ200あります、移動度が。これをアモーファスにすると、まあ、1というのは最大で、普通0.5なんですね。 でなぜこんなに落ちてしまうかというとあの普通の半導体はみんな共有結合なんですね手を出し合ってこうできてるわけです一番いい状態であのこういうふうに結合しているわけですそれがアモーファスになるとこうずれてしまうその非常にかあの角度依存性が大きいですからここでモビリティが落ちてしまうとですからアモーファスにするとあの作りやすくてあて非常にめあの低温でできるというメリットはあるんですけどもあの電車が動かなくなってしまう。 でも液晶はとろくていいのであの液晶あの非常にキラーアプリケーションだったんですでところがこれが、ね、あのアモンファスであの高い移動度のものを作ろうとすると,です、ねえー、と共有結合性のものがみんなダメなんですねですからあのそういうものがなかったんですでシリコンのやっぱりこれは僕は自爆だろうと思いますシリコンがあまりにうまくいったんです で世の中、シリコンしか半導体にならないというあの迷信がいつの間にかできてしまったんですね。で私たちは全然そのシリコンなんてや,あのやってなかったものですがあの、発想が結構、えー、何でもあの使えるものを扱おうというで、酸化物、酸化物、えー、ガラスなんかあのトランジスタになるわけない,ないじゃないかという意見もあったんですけれどもあの、そんなことはなくてですね、例えばこれ N 型の場合だけなんです。N、型イオン結合ですから 電子が走るバンドというのはほとんど金属の,あの軌道のキャラクターで決まるんです。ホールが走るのは酸素の上で、これ非常にさあのピン当たっているのは難しいのはそういう理由なんですけども、例えば電子の走る軌道をですね、カチオンの,あの軌道でできてるんですけども、カチオンの軌道を非常に大きいあの、えー、と Q、S 軌道で作ってしまえばあのとま、途中に酸素があってもですね、あの最近説、セカンドネイバーのあの、えー S S 軌道同士が重なるんですねそうするとあの非常にこきれいに入れてた状態が結晶でこれがよく流れるわけですねでそれがアモンファスになりますとあのパチンコの玉でできた術をまっすぐに引っ張ったものをこうぐじゃぐじゃにするとそれでも実はパチンコの玉同士が、えー、接しているので移動度は落ちないであろうと、まあ、中学校の理科みたいなことを考えたわけですねでそういう物質を実際にあのあの、えー、とここにあの 書きましたようなえっ、ー、と電子配置のものを探すわけです。で、このシンプルなえっ、ー、と過程に従って物質探しをするわけです。で、それをですね、あの1995年のアモファコブの大地震のあったときです。アモーファ半導体国際会議じゃ第16回でこれを発表したわけです。当時アモーファシリコン非常に強かったですから、僕よく言うんですけど、アモーファシリコンにあらずば人にあらずと平家みたいだったんですよ。強かったんです。 えー、酸化物なんかなんでやってんだという本当にあのそういう時代だったんですけどもでその時にですね あの僕、なぜこれをやったかと言いますと、私、学生時代にですね、1982年にドクターを取ってるんですけども、その時にあに聞いた話がですね、今、あのもう伝送圏って、今、三送圏ですね、あのご丁寧になりましたけど、田中一信さんがですね、アモンファス半導体の光構造変化という講演をやったんです、まあ、12ぐらいの研究会だったんですけど、僕は非常に感銘を受けました田中さんと、ここに田中さんと話しありますけど、当時、非常にかっこよくてですね、非常に情熱的でですね、 あの見たにあのあガラスでも半導体になるんだっ僕はものすごくこれ驚きましてそれであの私はあのガラスから透明なガラスから入ったものですから将来透明なガラスの半導体ができればどっかでやりたいなと思ってたんですねでそれがちょうどあの1995年にあの研究室でですねあのデキソゴ内の、えー、っと スパッタ膜がですね、よくガラスなんですけども、え実は電気あの非常に導度が大きいっていうのを偶然見つけまして、すぐすぐに先ほどのあのこの作業仮説を達成ですね。ここに示してありますような周期律表のあの部分を使えばこれができるんだという講演あの発表をですね、神戸のこの会議でやったんですね。それが千九百九十六年にこれ論文になってるんです。でこの論文はですね、あの二千三年までですね、引用回数四回、そのうち二回は自分が引用したと。 非常に回数の少ない論文ただこの論文を書いていたことによって2003年4年でサイエンスネイチャーと出るんですけどもずっと前からこういう発想があったということはこれ記録に残ってるんですねやはりあの論文っていうのはあ,のあんまりサボらないちゃんと書いておいた方がいいですね。 それであの、どういう面白い特徴があるかといいますと、これ電子の輸送現象です。例えば、左の図いきますと、キャリア濃度が少ないと移動度は小さいけれども、キャリア濃度が大きくなると移動度がどんどん上がると。これ、結晶半導体と逆です。結晶シリコンにどんどんインピリティを加えていくと、どんどんスキャッタリングが大きくなって、どんどん移動度が落ちてしまう。これ、全く逆なんです。でところが、移動度を見てください。移動度のです、ね、温度の温依存性を見て、えーと キャリア濃度が小さい時は熱活性化型でどん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 あのキャリア濃度を上げていくと縮体するんですね温度に対して依存性しなくなりますこれだけ見ると実はこれ結晶半導体なんですで今までのアモンファス半導体で縮体できるまでフレミレベルが動かせてたってものは実はなかったんですこれが初めてなんです でこれは非常に驚きまして、それであのなんでこんなことが起こるのかと、非常に結晶反対とは違うわけで、それはどういうことかといいますとあの、化学結合がです、ね、イオン製ですから、の r あの共有結合性の場合、非常にこう角度が変わると急に変わっちゃうんですけれどもあの、イオン結合ですから、R 分の1ですから、ポテンシャルが非常になだらかに変わると、ヒマラヤ山脈みたいなものが中国山地の山並みに変わっちゃうわけですですすからこの谷が非常にシャローです。 非常にちょっととあると必ず埋まってしまう埋ままってしまえばモーファスの特徴も出ないんですですからこういうあの際立った特徴があったわけですでこれは IgGO というあの物質であの我々が作ったものですこれをイグゾーなんて下品な名前は我々はつけてないんですこの間あの、えー、とテリー・ゴーさんはですねこれを IgGO って呼びましたよねあれは僕らはずっと IgGO って言ってたんですですからテリーさんはそれをまだ覚えてたんですね であの実際に、ね、あのこのあの先ほどの,です、ね、あの中学校の理科みたいな発想をです、ね、ちゃんと証明するので結構時間がかかりましてこれはあの構造をです、ね、あの X 線構造を、あの同系分布関数で決めてシミュレーションをしてです、ね、それで計算をしますとあの電子が走るコンタクションバンドのボトムを見ますと実はインジウムの,、えー、の 5S オービタルというのが3次元的にパーポレートしてです、ね、端から端まで。あの つな、えっと、がってるということになるわけです。こういうふうにです、ね、つながってるように見えるわけです。で、えー、でそれをです、ね、あの実は TFT にあのしたわけです。これ2004年の論文ですあの。西京で買ってきたちょうどポリエチレンフィルムの上にです、ね、スパッターでつけて TFT 作るわけです。これ曲がる TFT ですけども、これで移動度が14でるわけです。でこれはアモーファシリコンの約30倍です。 でこれあの、プラスチックの上で室温でできるわけです。であのアモファスですから100個作ってあの統計処理をしてもです、ね、あの非常にこうあの特性が揃っているわけです。で実はです、ね、よくこのとき言われたのはなんでお前のだけに浄が高いんだおかしいじゃないかとアモファシリコンの人に散々言われましてこれ、どういうことかというとです、ね、アモこれ、有名な論文なんですあのスピアさんとル・コンバーさんのソイドステート・コミュニケーションなんです。あの例えば、えのし 当然アモーファスシリコンをシリ結晶シリコンをアモーファスにして半導体にしようと思った人はたくさんいるんです。ことごとく失敗してるんです。スピアさんとルーコンバーさんだけが成功したんです。でなぜかっていうと彼らがシランを使ったんです。水素が入る原料を使った。これがあの蛍光灯のグローホデンであの、えー、と分解してできて実は水素が残ってたんです。ほはみんなあの、えー、と非常に立派なスパッターを使ったりですね高い装置を使った人は全部失敗したんです。 いや本当なんですこれは有名な話なんで,すでスピアさんとルコンバーさんはあ油拡散ポンプだけで作ったんですでところがあのシリコンの中にです、ね、水素が入っているのを彼らは最後まで認めなかった他の人が見つけたんです非常に面白いですからアモーファシリコンっていうのは偶然が相当あるんですでも立派な材料ですでなぜかっていいますとこの部分で,です、ね、例えばシリコンの中にリンムを入れてロープしますと電動でグーッと上がります フェルミがそれに従って、これがあの、えー、と家電したコンダクションバンドのボトムで、これがバレンスバンドのトップです。ずっとフェルミが上がりますけども、0.2eb だけ足らない、バンドの中に入らない。こっち側もずっとリンは、ボロンを加えて、電動度上がるんですけど、ずっと下がるんですけど、ここで止まってしまう。結局、バンド電動が起きないんですあの、アモンファシリコンでは。だからあの移動度が低いんです、0.5とかでしか出ないんです。 それはなぜかといいますと例えばシリコンの位置をンで置換しますと電子が1個出てくるんですけどその出てきた電子を自分自身が食っちゃうんですね4範囲から3範囲に変わることによって食,食べてしまうですからここの,あの中にどうしても入れないってことがあるわけですでところがこれよく皆さん見てくださいこの線で書いてあるところがミソです線で書くというのはこれは共有結合なんですイオン結合の場合は線で書けないんですだからローンペアって概念があの 共有結合性じゃなないいものに対ししては成立んですこれは有名なボブ・ストリートのモデルなんですけどもボブ・ストリートのモデルボブ,ボ,ブスボブは非常に有名なんですけどもボブ・ストリートのモデルっていうのはこのイオン結合性に関しては成立しないんですもちろん物質系が違うので,でこれをですね具体的にもう少し定量化したのがこの図でして、えー、と例えばこれはアモファシリコンの例ですけどもこ内アフェルミレベルがあってここがコンダクションバンドのボトムです バンド電動を起こすには電圧をかけていってあのゲート電圧をゲートでフェルミをここまで動かさなきゃいけないそうするとこれだけは克服しなきゃいけないんですけども、えー、と酸化物の場合ゾーの場合はですねここにフェルミがあるんですけどここまで持っていけばいい3桁違うんですだからあの簡単に実はバンド電動が起こせたんです非常にこうあのこれは本質的に我々が偉かったってそういう物質系だってことなんです であの、もう一つ運のいい話をしますと実は、ですね、これあの最近は大体もうモビリティ15ぐらい出てですね、ここはサブセルショードスイングは100ミリぐらいなんですけどもあのじその後78年かけてですね、この電子構造を明らかにしたんですけどここにフェルミがあってですね、これがここまで持ってくればよかったこの辺には実はあの大しているあの、えー、と血管やテールがなかったんですけど実は僕は実はけあのこんな大きい血管があるとは,実は思わなかったんです。で これはですね、あのスプリング8でハードエ X 線っていうのをあの試しに使ってくれっていうんだあのこんなでかいのが出てて、ね、僕は嘘に違いないと思ってたんですけどどう見てもあるんですよね。でどうな,なぜかっていうとこっからここまで持ってくればバンド伝導できるから TFT としては N, N チャンネルいいんですけども実は下に持ってこうと思ったらもう絶対いかないですだからこれ反転しないんです。N がが P にならならいいんんでですすこれ実はは幸した液晶のの大部分の時間は マイナスに電圧をかかっているときですよね。そうするとこれをこっちに持ってきたときにもしここまで持ってきたらホールが動いちゃう。だから電流流れちゃうんです。ところがこれがこんなものがあったもんだからここで止まっちゃったんです。だからこれをあのあの消費電力が少ないというわけです。これはある意味では欠点なんですよね。欠点があのこの場合役に立ったという非常に偶然があります。それで今あの酸化物あのえっと 2018年からディスプレイは、えー、と液晶からオーレッドに変わるといわれています、まあ。これは業界の地図なんですけども、えー、同じ値段にあのしたい、まあ、1.2倍ぐらいということなんですけどもでそうするとですねそれを駆動するトランジスタは何かというとですねもうアモーファシリコンじゃ動かないので、えー、LTPS 低温ポリシリコンです低温でこれ実は日立の,この,あの白,井先生あ白井さんと,た、えー、と丸山先生たちのグループこれ頑張られたそれからあのソニーの、えーと 今、濃厚田におられる鮫、えー、島先生たちがこれ、レーザー結晶化というのを行ったんですね、でそれがあの今使、一部使われていてです、ね、これあの、えーと、ギャラクシーで、ね、これで実は動いてるわけです、すところが LTPS はあのあの移動度っていうのは実はでオ、オンの時の移動度っていうのは圧倒的に LTPS がいいんです、モビーティ80ぐらいまでいくんです、酸化物はせいぜい30ぐらいしかいかない、ところがオフの方はですね、そうすると LTPS が一番あのオフ電流高いんです。 要すすするに P チャンネルが開開いいいちゃううんんででね酸化物開かないということなととこそれからもう一つはあの、まあ、小さい方は LTPS でいいと思うんですけど大きいものを作ろうとするともう LTPS では無理ですあの大,きいものは大きいものを作って小さいものはできるんですけど小さいものから大きいものはできないというのであのこのドライビングトランジスタに関してはほぼ酸化物であの業界が大体決まったようなあの感じもあります。各々のの、えっと、特徴があるんですね 非常に特徴があるんですけども今はあの昨年までの学会は LTPS 対オキサイドとこ,れなあのこの話がずっとありますこれ、積み上げができるかできないかというのは、えっと、なかなか、えっと、小さい方は LTPS でいく可能性がありますけどもこの間、の本ファイはです、ね、全部いくぞでいくぞという話になっております。 どうななるか分かりませんやってみないとそれで今のあの現状どうなっているかといいますと2003年に決勝のイグゾーの TFT を作って2004年は a ファ f ス s とそれがあのあ、えー、といろんな企業が入ってまいりましてそしてあのこういう形のものに、えー、と応用され始めたわけです特に2015年は非常に大きい変化がありましたまず iPadPro12.9 に使われてそれから SurfacePro4 これ私が今日使っているのは SurfacePro4 なんです実は。 で自分たちの作ったトランジスタがですねここに応用されているものでプレゼンができるっていうのは,こういうのは材料科学じゃなないいかできないできすよ <laughs> それであの55インチの「勇気イエルのテレビ曲がる」これがあのこれ実はうちの,うちの研究室で買ったんですけども今初期は100万円で10万円札をつけて売ってたんですけどもぶどまりが悪くてですね今40万円で買えますこれが30万円20万円にしようというのがあのこれからの,あのものです。 で次はあのエレクトライドですエレクトライドっていうのはです、ね、変な名前なんですけども電子がアニオンとして働く物質です。なんとなく小ばかにされてる気がしますよね。電子がアニオンとして働くどういうことかというとです、ね、例えば NHL。 NaCl の Cl を全部電子に変えたものが、えー、とエレクトライドになるはずですでもこれできなくて金属ナトリウムができちゃうわけですでもう一つはです、ね、液体のアンモニアにです、ね、アルカリ金属を溶かしますとイオン化してです、ね、この電子をあの溶媒はアルモアンモニアが液体アンモニアがこう溶媒はして液体金属ができるわけですでこれをですねこれ非常にきれいな色ができるんですけどもこれを結晶化してみたいっていう人がいたんですね。 これジェームス・ダイはあのこれをですね普通は最結晶再結晶,再結晶,あの結晶元に戻ってリコンビネーションしちゃうんですけどもこれをクラウンエーテルでこう囲ってですねこれで巨大価値ンにして大きい価値ンをパッキングすれば大きい隙間ができますそこに電子を収容して結晶を作ろうと思ったんですねでこれをあの1983年に作ったわけです。あの本当にあのダイ先生ってのあのクリエイティブな人であの動機は 液ソルベーテで陽子は電子の結晶を作りでこれだけです非常にあのあの面白かったですねでところがこれを材料としてあの見てみますとあの基本的にはですね外に出したらもう全部終わりでそれから最高でもマイナス50度 C マイナス100度ぐらいじゃないと,ととても分解しちゃうということでこれ非常にあの厳しい材料なんですね。 でこ,のこれは1983年にできたんですけども室温,で室温で安定なエレクトライドをどうやって作るかっていうのはこれ20年間課題だったんですね僕らは全然知らなくてですねそれはこの分野に入ったわけです。でこれはあの昨年ですね今日もう2年前なんですかね、えっと、実は溶媒和電子を初めて見つけたのはあのハンフリー・デイビーです。イイギリスののロイヤルソサイティのですねあの ファラデーの先生っ言ってもいいかもしれない。そこで、あの、溶媒は電子のですね、あの、進歩十分あって、大先生とですね、私ちょうどここに。行ってですね、えっ、ー、と、これはピートエドワードですね、えっ、ー、と、オックスフォードの、あの、えっ、ー、と、ピートエドワードが。お前ら写真撮れというのですね、この記念写真を撮らせていただいたんですけども。じゃ、一番最初のソルベートディレクトリを見つけたのは1八世紀、あ、十九世紀の。実はハンフリーデイビーなんです。それで、我々が、あの、えっ、ー、と、やりましたの、実は。 で,できたら実はエレクトライドだったっていうのが正解なんですけどもこの C12A7 という結晶がありますこれであのセメントの一部です青函、えー、トンネルを作ったセメントの実は原料ですこれ。 でこれはですねあの酸化カルシウムと酸化アルミニウム化ができてましてこんな性質があるわけですで結晶構造が非常に面白い構造をしててですねこれがあのケージがつながったような構造をしてるんですねそれがケージがこう面でつながって一分一層の,あの面を共有してつながるんですねそれから面白いことにこれはですねケージが壁がプラスのチャージを持ってるんです普通はゼオライトっていうのはマイナスなんですでマイナスだと中にカチオンがしか入らなくて電子入らないんですけどもでこれをですね、えーと この中に酸素が入ってですね、これを四プラスを中和しているわけです。六分の一だけ入ってるんです。あとは殻なんですけども、で私たち私たちっていうかこれをあの私これ学生実験な 名校大の助手をやっているときにです、ね、この物質をセメントの研究室が学生実験でやっててです、ね、非常に面白いことあのあいことに気づいてです、ね、これを研究自分の研究テーマにしようと思ってあのや,あのやったんですで。何を考えたかといいますと、えっと、ここにある酸素をです、ね、これ、ふわっと入っているんですね、この大きさのケージの大きさの方が2倍大きいんです、この酸素 u でこれをガタガタしてるものですから、これを取って、この中にあの普通の,あの水素とかです、ね、酸素を入れれば。 ケージがプラスのチャージを持ってますからこの中に入るのはマイナスしか入らないだろうマイナスも非常に変わったマイナスが作れるんじゃないかというのであの、えー、この研究を始めたわけですでこれちょうどエラートだったんですねそれであの結構、えーとえーとえー、とお金がついあのたくさんあったものですから材料研究として一番理想系でやろうと理想系っていうのは何かっていうと単結晶白膜粉小結体、全部そえようと。 やはり、えっ、ー、と、それを揃えな、ては本当のことはわからないというのでですね。それを全部揃えます。それから物性研究と、あの、えー、キャラクターゼーションを同時にやりました。で、その結果、どんなことが、あの、ちょっと、あの、示しますと。実は、この中、このや、あの、ものをですね。えっ、ー、と、空気中、ドライ酸素の中でやります。と見かけ、何も変わらないんですけど。この中に、実は、王のマイナスが入ります。皆さん、王のマイナスって見たことないと思います。世の中で、一番強い酸化剤。 で例えば O のマイナスが入っているこの C12A7 の消結材の上に白金を乗せてですねそれから水素の中であの焼きますと見かけはこれも真っ白で何も変わりませんけどもこれに光を当てると実は電子があの当たった部分だけずっと電気が流れるようになる。 でこれは非常にししました今九州大学の教授になっている林克郎君が、えー、とちょうどポスドクだったんですけども、えー、とこ,のあのこれを見つけた時はですね2人でお前ちょっとほっぺをつねるほんでこんなことが起こっていいものかといや本当にあのそういう感覚があります。で、えーと だったらあのこれ実は H のマイナスが4回してこの中に電子が入るんですけどもあ初めから電子入れちゃうということでエレクトライドになったわけです。でこの発見をした時にですね実はこれあの、えー、確か姉ちゃんに出たやつですけどもえー、っと。 これ非常に嬉しいメッセージがあったこれ当時の,の JST の理事にです、ね、北澤光一先生が、まあ、亡くなられたんですけども、えっと、北澤先生からはですねこんな北澤先生っていうのは実はあの皆さん超伝導で有名だと思うんですけど北澤先生はずっとアルミナの研究で非常に有名な MIT のコーブルという先生のところにいてアルミナで学位を取ったんですねどのくらい電気が流れないかっていうのは北澤先生一番知ってるんですで北澤先生のところに朝日の記者がですね行、えっと、ったらですねここに書いてないんですけど第一声「ガセじゃないの」っていう <laughs> それでですねで,でもこんなこと先生言ってますよって言ったらあのこの時にですね今ここは書いてないんですけど実は福山先生に電話をしてですねこんなこと言ってるんだけどそういうことはあり得るかとそしたら福山先生が「うんそれは一応あり得ると」 それで急に態度が変わってです、ね、こういういことになってきたわけですそれ,でこれはですね僕は非常に大事にしてるんですけども、えっと、僕はこういうことがやりたかったんです。北澤先生みたいなプロ中のプロが「ガセ」それで聞いてみたら「もしや」と、それでこういうふうに感心してくれてプロを世界のエキスパートのプロをうならせる研究をしたかったんです。 これは本当にあのう嬉しい。あのメッセージです。で、その後えっ、ー、と北澤先生。あのもちろん超伝導有名なあの世界のえ同、ー、系超伝道のあの旗頭になったわけですが、僕も幸か不幸か。この後、鉄付超伝道を見つけて、北澤先生の後をちょうどあのフォローする形になりました。全くの偶然です。うん それでなぜこんなことが起こるかと言いますとこれバンド構造を見てみますとこれ実はあの計算したやつなんですけども実はここ,にこ,こ,が,です、ね、こ,こがバランスバンドのトップこれ酸素 2P、これ全然煮ても焼いても食えない面白くないバンドですここがカルシウムのあのからできているカルシウム 4S、ね、コンダクションバンド実はこの2つのバンドがカルシウムとアルミの化合物7つあるうちにこの化合物にしかないバンド。 酸素がふわっっと入っているのであのこだからですからこれ簡単に引き抜けるんですねあの中に入っている酸素でそうするとここに電子が入るのでこのバンドっていうのは実は非常に厚いあのバンド幅があるんででこれ,どこれあのケージコンダクションバンドと名付けているんですけどなぜこんなバンドがあるかっていうとこの中に電子を入れますとここが1分1層の、えー、と薄い壁でできてますからこトンネルで抜けられるんです。だからセメントで セメントの物質でトンネル効果ができると。だからあの非常にここも誤解がある。綺麗なガリッソやシリコンじゃなければトンネル効果が起きないのなのもな関係ないんです。これは不不純物だらけでも全然トンネル効果なんて起きるんです。非常にこうあのシリコンの地膜が大きすぎるんです。 でこれで実際にどうやって酸素を抜くかといいますといろんなプロセスがあるんですけども一番単純にはです、ね、この結晶とチタンを混ぜてです、ね、それで粉を混ぜて石油ガラスで封入して1100、ね、度ぐらいにいきますとチタンがこう上着されるんですね、ね簡単にそしてあの中の酸素どんどん動きますから表面に来て強い TiO 結合を作ってあの酸素をられちゃうんです、そうすると電気的中性を保つために電子が入ってこ,この形ができるんです。 でもしこれが100%進むと2.3角で10の21用の電子がこの中に入るはずなんで。で、これ実際単結晶ですけど、はじめガラスみたい絶縁体です。で、だんだん緑が濃くなって、これあの黒くなるっていうのはただ単に緑が濃くなってるだけです。それで電気伝導度はどうなるかって言いますと、はじめはですね、透明な時は10のマイナス10乗っていう非常に立派な絶縁体です。もちろん。で、これに電子を入れますと、例えば3角で10の19乗入れますと、ここで,で電気伝導度12桁上がります。 それで一掛ける十の二十一乗になると温度に対して全くフラットになります。そしてそれ以上になると傾きマイナスになります。どういうことかというと絶縁体半導体金属と全部一つの物質で起き,起きるってことです。で使ってるのは何も使ってないんですよ。あのセッとアルミナだけですよ。で最高の電動度はこのくらいになるわけで。それでこれを薄膜にしますと。ここ二百ナノの薄膜だと思いますけども、えっ、ー、と。えー こんななぐらいのなるわけですで。この時世の中の人はみんな ITO の代わりになるとならないですよ。ITO ってそんなな甘いい材料じゃないですよ。それから大体よりもです、ね、面白いのはやはりユニ,ーク使うユニークな性質がないと使われないですよ。産業界は ITO が使えるインジウムが使える限りは絶対作業までインジウム使いますあの。そんなにプロセスなんか変えたくないですからね。 それでこれをあのえっ、ー、ともう一つ面白いのがですね先ほどの金属になったセメントを低温にするとですね実は超伝導になるんです。一つの物質で絶縁体から超伝導までできるんですね。でこれはですねあの えと実は温度はこれ初め20件になるはずだったんですけどそれ二桁も低いんですけどもでこれ実は S 電子で初めて超伝導理由があるんですけどちょっとこれです、ね、細かいのでやめますでこの時にですね研究室でもうこの物質を超伝導にするぞっていうのでもう研究室でみんな燃えつててですね超伝導の勉強もしてましたしあの、えー、と測る測定装置も揃えてたわけですそこで実はあの全然違う研究かで始めたものが鉄系超伝導につながったという。 話です。で、この物質の一番ユニークな点はですね、実は、えっと、ここなんです。この物質のユニークな点というのはですね、実は仕事関数が2.4しかないんです。2.4って言って金属のカリウムと一緒です。でももかかわらず手で持てるんです。金属のカリウム手で持ったら死にますよ。で、中学校の理科の時に習ったと思いますけど、イオン化傾向の大きい金属というのはみんなアルカリ金属で不安定なんですよね。当たり前ですよね。 で、これは、この物質は手で持てるくらい安定なんです。それから、融点が千、千二百度ぐらい、非常に高温なんです。で、こういう物性っての今までないんです。 でこういうい物質をれはまあこれ実用にならなかったんですけどエミッターでこういうものをですねあのユニークな性質をですねこれを応用しようと思ったわけですその理由はですねあのなぜあの、えっと、細かいこと抜きますけどなぜこんな相反する性質が一つの物質の中で可能かというのは結局役割分担なんです。 普通の単純金属は一番外側の電子が全ての性質を決めちゃうわけです熱的なもの電子的なものところがこの物質はですね電子的な性質は電子のこの中に入っている隙間にある電子が決めているでところが他の性質はこの,あの入れ物の方が決めているわけです。 で入れ物はあのあのこの6つのカルシウムとの距離がもともとよ細密渋滞よりも50%も長いので空論力弱いわけですでですすからこのレベルがが、e、も上がるんですだから電子でしやすいでも外から見ると酸化カルシウムと酸化アルミニウムで作ってるこのケージがあの丈夫で,です、ね、酸素も水も入れないので手で持てると。ですから役割分担。 一見違うあの相反する性質をあの実現しようと思ったら同じ人間じゃダメで違う人間でやるってことですこれは非常に材料設計の時僕これ以降相当これをあの勉強になりましたでこれをですねあのどっかに持ってきたいと応用したいとで実際触媒を考えていた触媒は僕はあのここにあの今東大に移られた道面さん道面さんと 10年ぐらいやっててです、ね、なかなかこっちのモーとにいかなかったんですけどもやっぱりその時の反省がありましてやっぱり表面やんなきゃだめだと表,表面を徹底的にやろうということになったわけですで何を目標になってるかというとやっぱり不活性ガスの活性化なんです窒素分子 CO2 こういうものを活性化して触媒となるようなものを作りたいとそうするとこの物質をですね c 1 2 n 7の単結晶エレクトライドの表面をパンと割りますとこれはへっかいしないんですへっかいしないで割れるってことはどういうことです 後になってきます。これ壊してるってことなんです。表面の形だから形が壊れちゃって、電子が外で出ちゃって、表面絶縁体なんです。これはもうどうにもならないかなと思ってたんですけども。えっと、この時にですね、あの戸田君っていうドクターの学生にですね。えっと、お前ちょっとこれ、あの S. T. M. やろうやと。えっと、S. T. M. って、あの表面を見る、あの表面化学の手法ですよって。いや、でも、これセメントの表面だってお前、単結晶でやってですね。 えとととにかくやろうといういことですね研究室だいぶ無茶ですよって言われたんですけど、まあ、あの表面化学あのやることが重要じゃなくて表面化学をやるには雲母の方がいい,いやグラファイトの方がいいんですけどそんなものをやってもやっぱオリジナリティがないので自分たちの材料でやるでこれを半ば強引にやってもらったんですね3年ぐらいかかったんですけどこれとにかく終わった瞬間もう針も落ちないです絶縁体になっちゃうで,でそれを丹念にですね超高真空の中で、えー、っと加熱をしてですね 表面が再構成するところを下がったわけです。そうすると、最終的にこのここに示しますような像が出てきます。この像っていうのは原子分解能なんですけども、実はケージが表面にまた回復するっていうことで説明できるんです。あ、表面までちゃんとこうケージが一旦割れても修復するんだと。修復すると性質全く違います。今まで水吸っちゃったものが水吸わなくなるんです。それで電気がものすごく通るようになるわけですあ、これでいいなというので。 こここまででけばですね、これを触媒としてやろうということでもう今度は不退転絶対これできないはずはないということで、えー、とあのここではアンモニア合成をやりますけれどもアンモニア合成なぜやろうと思ったかと言いますとやっっぱり100年間変わってないんですよね。それで育造がどうやら TFT が実用になるということが大体分かったものですからその時におい、ね、あのなんでこれ何の役に立つかときれいなディスプレイ何の役に立つかとこれはベターライフだと。 やっぱりそうじゃなくてエッセンシャルフォーライフの研究をしたいとエッセンシャルフォーライフって何かと食べ物だってまあもうこんなふうになったわけですねそういえば食べ物といえば窒素の合成法あのアンモニアの合成ってもう変わってないじゃないかとハーバーボッシュですねこれ非常に科学の禁じ島です。 でこれ、を何とと。かしたいとでこれ、窒素とあの高温高圧を使ってですね、こういうものをあのもうこれ非常に立派な方でもう変えようがないのかもしれないなと思ったんですけどそんなことはなくてですね、思い切ってやってみようということで失敗してもいいじゃないかというので実はファーストの時にです、ね、高温超伝導の探索だったんですけどその時にあのお金が結構あの失敗してもいいやということでですね、あのこれをやったんです。であ当時のあの、昔、愛沢学長がですね、あのえっ、ー、と、 あの選ぶ側にいたんですけど最後までこれやっても怒られるかと思ったんで怒られたら失敗あの、えー、と怒られてもいいやとで研究はうまくいきやあ,あとは結果次第だというのであの、えー、と原さんってこれあの共同研究者の同じ研究お世話なんですけ責任を俺持つからやろうというのをやったわけですねでやってうまくいったらですね今度は怒られなくて褒められたとだから黙ってやってあの成功すりゃいいんです。 えーとそれで,です、ね、何をか考えてこれをやったかというとです、ね、あのなぜあんな条件が必要かというと窒素、窒素結合も、三重結合が強いからですよこれを切りゃいいわけですよね。で切るってだったらこのアンチボンディングこの高いアンチボンディング電子入れればいいわけですだから仕事関数の小さい金属を使えばいいんですアルカリ金属をやれば簡単に切れるんですところがアルカリ金属だと窒化物を作っちゃって触媒として回らない安定になってしまうだから両方電子を放り込めてなおかつ化合物を作らないこの2つの条件は満足しないと これだったらエレクトロじゃないかというのであの原さんを説得してです、ね、やるぞというので,です、ねえー、やったわけですそれでこのルテニウムというのでこれはあの実は東工大の前の尾崎先生っていう触媒科学の先生がおられたんですあ,あ,あと相川先生があのやられたあのルテニウムを使ってです、ね、これを表面につけてや,やりますと実は、えー、と今までの、えー、とルテニウム触媒のアンモニア触媒よりも活性化エネルギーが半分になる。 それでなおかつ、しあの、い、ワンサイトあたりの、か、あの、活性というのは約。一桁大きくなります。こういうことが分かったわけです。で、今どういうふうになっているかと言いますと、実は。一番高い山というのはここなんです。今までは、あの、の触媒では、この窒素窒素結合を切るのが一番大変だという。これが、まあ、あの、えっ、ー、と、ええ、段階って言われてたんですけど、今の我々の触媒では、ここはもう。こんな低くなっちゃって、もう、違うと、次の山が見えるようになったんですね。 ですから窒素窒素結合をどうやら定常的に切ることができるようになったとこれが我々の触媒の実は最大のメッセージなんですで ここで,です、ねあのえー、とアンモニア合成触媒の、えー、とデモンストレーションを目にかけます。これどういうことかというと常圧で,で、ね、350°C にしてここに窒素と水素を流すとアンモニアができるとフェノロスタリンが赤くなるとなぜストップウォッチがあるかというとこれを早回しじゃないかと思われないようにストップウォッチがあるとこれはあの原さんがのあのアイディアなんですね,これねちゃんとあのこのくらい早く出ますよと。 今もうちょっとあの性能いいんですけどもこんな状態になってます。で最後にですねあの、えー、と鉄系超伝導で超伝導っていうのはですねバンド理論って一電子金利ですからところがこれ電子がペア作っちゃうんですからねこれはもう乗るわけがないんですバンド計算だからあんまりあのバ,ンドバンド計算で超伝導なんか分かるわけがないんです最後まではで。ところがですね、えーと 磁性になる金属っていうのはですね磁性っていうのはスピンがこうずっとあってそれがあの時間的に動かないで配列するのが磁性ですよねでそうするとこれは当然喧嘩しますよねこれ,これが動いてくれればいいわけですけどこれが磁性ですからこれ止まってるわけですこんなあの揃っちゃっていけないわけですですから周期律必でいうと磁石になるもの鉄ニッケルコバルトっていうのはこれ超伝導にならない一番最悪って言われてたわけですねで僕らのやったのは ででもこれ十分単純な発想ですよね鉄に行ける小腹と確かに単体は磁石にくっつくけども化合物はくっつかないですよねそれもたくさんあるよねだから水と同じですよ水はあの水素と酸素ができてて両方燃やしたり燃えるけども水は火消しますよねなんて僕はあの物理の人は単純になったのと思いましたねまあ鉄系小伝導は自分にとってはこんな大発見だと全く思ってないです本当それは頭が単純すぎるんですよねあのやっぱり一心教なんですね 我々はちょっとあのやおよろの神なんで、あのちょっとあの,あの映画的なところがあるんですけどでも、化合物と単体の性質が違同じだったらもう世の中に物質のバラエティってないですよ。で、これはですねどんな研究から始まったかと言いますと、あの実は磁性の半導体を作ろうと思ったんです。それでえっとあのえっとこういう化合物を作ってですねやるとですねもう一発目から鉄の超伝導が出ちゃった。 それでところがこれを比数に変えるとですね何だかわけがわかんないとでここに酸素の位置を電子にあのフッ素で変えたら実はこれがですね磁性を消して超伝導が出たとで実はよく歴史を見るとですねそんなことはなくてですね金属の鉄をですねにやあのここで二十万気圧二十万気圧にするとですねするとですね磁性が消えて超伝導になるんですだから高圧温度低いですよ零点四 K ぐらいなんだけども実は磁性さえ消せば キャリアは十分あるんです。ただ、高圧にしなきゃいけないとで、我々のやったこととは何かというと磁性をですね。電子のドーピングで消したんです。常圧でそれで温度が 30k を超えたので、オーサインになったっていうのはこれがあの本当のところです。 でこれはあの超伝導100年の歴史ですけども初めにこう金属の超伝導が出てきてそれで銅系超伝導が出てきてそれで次に鉄系超伝導が出てきたと今鉄系超伝導はどこまでいってるかっていうとだってこれ中国のデータどこまでまあちょっと再現さただいぶ危ないんですけども少なくともこういう状態になってきたとあの鉄はですね最悪って言われたんですけど超伝導の敵と逆にいうとうまく付き合うと 非常にに強い友人になるっていうののがこのメッセージ、まあ、フィジックスとしてはもうちょっと深い部分がたくさんあるんです。で我々がその後何をやったかといいますと実はですねこれは我々のところの多分一番面白いところなんですけども我々はこのところにですね次世層にここに電子をドープして超伝導を作ったわけですでところが一番高いのはです、ね、サマリウム系の55系なんですでところが20%しか入ってない。 でこっちどうなってるか分かんないでメカニズムこれはいくらなんだってひどいでしょうというのが我々の主張で,で、えー、とだってフッ素じゃないドーピングを使えばいいじゃないかということなんですでフッ素ですと気取りと酸素とフッ素の化合物ができてもとけないんですね雇用しないんですそれで,です、ね、考えたのはです、ね、これは私の周期律スなんです水素を真ん中に置いてるんですさっきご存知ですねさっき H のマイナスですよねだから水素は周りの状況によってプラスにもマイナスにもなるというので マイナスをやってやると水素,水素化物に h スにしちゃうということでこういうことを行いますでこれはあの高圧合成法も使いまして、まあ、いろんな作り方をするんですけどもちょっとそれをやめまして最終的にどういう状態になったかといいますと今まではここまでしかこういう山で終わりだったんですこれでこうなってここで磁性が消えてこういう超伝導が出てくるとでところがですねもう一これ以上電子を入れるとです、ね、もう一つ山があったとこっちの方が大きかったとそれでもう一つここに強磁性層があったと <laughs> いうことです で実はこちらの方が親っていうのが我々の最近の意見のです。実は親の意見、親がですね全然じあの軸構造が違うんですね。スピンモーメントも違うそれから鉄自身も動いてしまう。これ実はキャリアがなかったらこれえっと強誘電性になるんですね。非常に面白い物質がここに親があったということです。でこれはいろんな面白いことがあります。例えばこれこの辺のところでも超伝導消えると言われてたんですけど、実は高圧をかけるとですね、ここは一ボンドのタブなん もうここが一番高いんですでなおかつ他のですの、ね、今まで言われてたものこの辺しか電子入ってないんですけども水素を入れますとこんなに入ってですね今まで見えると状態だと全く違った光景が見えてくるとですから全部共通的にはここに二山のやつがなってくる一山になると TC が上がるとでこれはどうも二つ親がいそうだとでどっちの親が優勢かっていうのはこれから決めるなきゃいけないんです我々はこっちが親が優勢なんじゃないかと今思ってます。 でこれ応用であの,の材料としては重要なんですけども要するに単結晶じゃあのファイバーできないですからこれを多結晶で作らなきゃいけないとで同系超伝導はなぜ実用にならないかというとですねちょっとずれるとすぐにもうあの電流流れなくなっちゃうんですねもう4度ずれたらダメなんです YBCO っていうのところが鉄系超伝導はこれはですねその倍一つの結晶の小さい結晶と小さい結晶のこのツインバウンダリーがですね 倍ずれても大丈夫。これ非常に楽なんです。でこの論文を書いた時にですねこれあの今北海大学にいる片瀬の,、えー、の学位論文なんですけどこの論文は非常にあの皆さんを勇気づけてですねで あの結局、流解が非常にこの物質は特徴が楽なんだということで,です、ね、あの非常にコミュニティがアクティブになりましてこれは NIMS のデータですけども NIMS とフロイダ大学と中国の,の IOP がです、ね、今、競争しているんですけどもこんな金属の超伝導と同じような方法で作ってです、ね、やりますと例えばこれ、手付け超伝導のデータこれがあの金属系超伝導ですねこれ実際使われているものです。 でそれで見ますともう強い地盤になりますと圧倒的に鉄気消電道がいいんです。ですからレベル的にはどうやらあの実用の段階に至ったというのが現状です。それから最後になりますけども実はこれからはですね 計算が非常に重要だろうだと僕らは思ってます。でこれはですねその例をお目にかけます。これはあの伊川先生今日どっかにおられると思うんですけども、あの新しい窒化物の半導体、光る半導体を作ろうと我々はまあ腰さんさと狙ってたんですけど、で相図上にあるものなんかもやめようと。 想像にないものできないかそれであのこれ応用セラミックス研究所もう名前変わったんですけども昔の名前でいきますとこれ京都大学のスカウトした大場さんっていうあの、えー、と決算化学の人がいるんですけど大場さんがですねあのいろんなものをスクリーニングしてですね 122っていう層があってこれはあの、えー、と窒素の,あのポテンシャルを上げるとこれが安定になるとでこれはちょうど直接バンドギャップ型で赤い発光をして 2Eb になるってことをあの600種類ぐらいをスクリーニングしてです、ね、計算をしてあのこれは炎的にも大丈夫だと安定だってことをあの出したわけです。 それ,でそれに対して我々はです、ね、あの共同研究をやろうということでじゃあ作ってみようかと全然できないですね普通の蒸発合成なんか全然できないそれでアメリカの果てにです、ね、我々高圧合成得意ですから高圧合成をしてですね作ってみますとちゃんと思った通り赤い発光が見えるんですこれは想像上にないんですよ想像上にないんです初めての,あの物質でそれで設計通りにものができるんですこういう時代になったんです 非常にこれはあの、えー、と物質科学の研究はですね非常にこういうフェーズに至ったというのでそれからこれは理論やとですねいや計算やと実験やが四つに組んだんですねなぜかっていうと大和さんに言って「大ばさんこれであの最後間違,間違ってました」としたら「ただじゃおかないぞ」って話になるわけですねであの計算やは計算やでですねこれでできないのは腕が悪いんだって話になるわけで,でこれちょうど年の同じくらいの,あの平,平松先生っていう同じくらいの人とがっぷりずつに寄って でできたんですね僕は非常にこれを感銘を受けてですねああマテリアルサイエンスってのはこういう時代になったんだとですからこれからは非常に面白いですね応用セラミックス研究所ってのはそういう意味ではあの思い切ったことをやる研究所なんですけども、えっと、これは非常にあの久々あの面白い結果が出たなと思ってます。でこれから最後にですねマテリアルリサーチどういうことが重要かなというこれ個人的な印象です。やはりあの マテリアルですから使われないとい意味がないそのための目的っていうのは何かやっぱりサステナビリティだと,、えー、と持続性がなきゃいけないだろうとその場合には資源食べ物環境これどうしてもこれを対して本質的な給与ができるものが欲しいとそれからあのこれはあの中にいる人間ですけども我々私たちが学生の頃ですね僕は昔ガラス屋やってたんですけど光ファイバーを作ったのは実はガラス屋じゃないんですあれは電気屋なんです。 一番最初のブレークスルーは、そこの分野にリストじゃなない場合がかなりあるんですね。でこれは、えーとえー、と例えば今あの伝統的な言い方中学う高校の理科にある物理科学生物有機無機金属とこんなあこれは勉強する時はいいんですけどこんな分け方で研究やってたらもうだめですよね隣の分野にずかずかと入ってってあの自分のアイデアを試していかないと面白いことはないと。 でまあ、クロスディ,スディスプリーナリーとでその時重要なのはですねこれ大学院クラスで重要なんですけどやっぱり物事のです、ね、材料を俯瞰できる機能で整理した教科書が必要であろうとで僕はずっとそう思ってて、まあ、福山先生先生書いてくださいっ,って言われてるので今黙ってるんですけども、えー、とこれは定年だったらやろうと思ってるんですけどもやっぱりここをですねやっぱり新しい教科書を作らないとダメだろうと思います。 それからいや最後はマテリアルデザインこれはあの物性物理では当たり前なんですけども理論とあの実験が非常に強いコラボをしているとあと材料科学もそろそろもう物性物理と同じようにこういうことをやあの非常にもう理論,理論と実験があのぴったりくっついてやらなきゃいけない時代になってきたんだろうとそれからもう一つはこれあの元素戦略の時に思ったんですけど日本人ってやっぱりコンセプトメイキングが非常に弱い。 あのマテリアルゲノム・イニシアチブっていうのはあれはアメリカが出た言葉なんですこの言葉の言い換えじゃないかって気がしますけども最初にああいう言葉を作っていくと我々は幻想戦略っていう言葉で満,、ま、満足はしてないんだけどそれ,がそれでいってしまったとやはりサイエンスの言葉に落とし込まなきゃダメだとであのコンセプトメイキングの弱さというのを感じますやっぱり新しいアプローチと新しいコンセプトですからそれのインプルーメントというのは誰かやるでしょうと。 もうそういうじあのことにあの特化をしないとえっとなんか非常に新しいことをおずおずとあの言ってるようじゃだめでどんどん新しいことをゆあの言ってコンセプトを提案していかない限りあの、えー、日本っていうのはどんどん沈没してしまうんじゃないかなとあの自戒を込めて、えー、最後にこのあの一枚のスライドを出させていただきました、えー、ああ最後はこれあのコラボレーターです、えー、非常にたくさんのコラボレーターが のおかげですそれからスポンサーとしては JST をはじめこんなファンディングそれからいろんな人に助けていただきました北澤先生田中和信さんそれから亡くなられてしまいましたが宇田川先生などあの東郷大の関係者非常にたくさんお世話になりましたそれから世界中にも随分いろんなお世話になった方もあのたくさんおられます。どううもありがとうございました